よし、じゃあ始めますか。はい。じゃあ90日間のベジタリアンダイエットのモニターさんで、はい、お名前は、柏木と言います。柏木、下の名前は柏木翔平です。あ、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ何聞こうかな最初。ベジタリアンダイエットに興味を持ったきっかけは？いや、ベジタリアンダイエットっていうか、もうダイエット今までいろいろ失敗してきて。あ、例えば？もう全然食べないとか、あとは炭水化物は食べないようにしてたりとか。糖質制限、はい、あともう、運動走ったり、縄跳びしたり、塾通ったりとかで、ちょっとは痩せるんですけど、結局そこからまでバーンと上がっちゃうんで、もうそれが全然続かなくて、結局は昔からもうどん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 体重が上がってる状態。あ、今も順調に増えて増えてますね。はい。ただうちの家が菜食にだいぶなって、前からもうそうなってて、あ、てか結婚してから、妻が菜食なんで、それに合わせて、まあ、ちょっとちょっと落ち着いてきたかなとは思ってるんですけど、結局はまだ外では外食は、肉が多いの、で、まあ体重は菜食にしててもなかなか外で結構食べてるんで落ちない。でもまあだいぶ今の状態でずっと来てます。なるほど、はい、わかりました。じゃあとにかく痩せたいということで。痩せたいっていうのと、もうほんと体質改善、なんか具合悪いところって結構あるんですよ。それを聞いちゃった。例えば具合が悪いのは、一番がね、逆流性食道炎っていうんですか、すごい胸焼けが、食べたらそれになるって分かってるのに、食べてうわって、まあ、大体毎日なってますね、お昼分。なるほど。僕はね、6年半ぐらいもベジタリアンなんですけど、食事を変えてから、まあ、体重も落ちて、で増減もほとんどしてないんですよ。すごい調整が楽っていうのと、お肉とか卵とか乳製品って結構脂質が多いので、食べると結構すぐ太っちゃうんですよ。でもベジタリアンのものは、まあ、揚げ物とかいっぱい食べ過ぎない限りは結構カロリーも控えめなんで、体重の維持が結構比較的楽で、で、あと自分の体調がかなり改善されて、例えば昔はニキビがかなりできたのが、もう今は食べ過ぎない限りできなくなったりだとか、あとは小さい頃から偏頭痛があったんですよ。で、それももう一回も出てこないし、あとは口内炎もできなくなったし、で肌も綺麗になったし、もうかなりいろいろ体質も変わってきたんで、ただ体重が減るっていうことプラス、かなりいろいろ体にとっても負担が少ない食事法だと思うんで、ぜひ、はい、野菜も好きなんで、はい、頑張れると思います。で、今はじゃあどんな食事？家では菜食。家では菜食、もう外ではラーメンとかもう中華料理も食べるし、焼肉も行きますし、基本的に家で野菜なんで、外では肉食べたいなっていうのがあるので、まあそこはベジタリアンの90日間ダイエットをやってもらうんで、はい、まあ、なるべくそういうところは食べないでもらって、はいはい、まあ、あと食事メニューは後で細かく見ていくんで、はい、じゃあちょっと体重測ってみましょうか。はい、はい、新しく買った、はい、体脂肪計で、じゃあちょっと今日の体重をスタート時に、ね、体重と体脂肪を測ってください。はい、脱ぎます。どうぞ。これもうあれですか、設定してあります。あ、してます。はい、横向きの方がいい。完全にもうお腹とか力抜いてた方がいいですね。いつも癖で、あ、へこめちゃう。癖でもうこうぐらいでいつもなってるんですけど、もっと力抜いたらすごいんですよ。抜いてください。こんな感じなんですね。
ちょっとやばいですね。あの服脱いだら結構ギャップがありますね。お、31.5 になってました。 31.5、 あ、これ見せた方がいいのかな。で、今測ってもらった体重が 85.6kg の体脂肪が 31.5%、 筋肉量が 55.6%、 骨量 3kg、 BMI 値 29.3、 かなりやばいですね。体内年齢61歳。ジジイじゃないですか。じゃあ服着てもらいましょうか。はい。じゃあそしたら食事メニューの方を決めていきたいと思うので、はい、で食事を作るのは奥さんということで、はい、じゃあ奥さん。お名前は？柏木大美です。よろしくお願いします。いつもご飯は作ってあげてる？はい、お家では。朝夜？いや、夜だけです。あ、夜だけ。朝は？朝も早いんで、あ、もう食べないですね。食べない。もしくは一気にコンビニでおにぎり買ったり、サンドイッチ買ったりして行くような感じ。あ、ほぼ食べないです。朝作れます？はい、作れます、まあ、簡単なものでいいんで、で、とりあえずあのベジタリアンダイエットなので、一応肉、魚、卵、乳製品を極力食べないようにしてもらう。で、食べてもまあ週に1回、2回ぐらい、まあ、付き合いとかでどうしてもっていう時もあると思うんで、で、基本的にはそういった動物性のものを食べないで。大丈夫ですか？はい。で、あと揚げ物、油っこいものも結構すぐ太っちゃうんで、で、油を全部カットしてもいいんですけど、とりあえず揚げ物は基本的に食べない方向で。はい、やってみます。もうちょっと声張らないと。聞こえないと思うんです。で、なるべく腹8分で。はい。大丈夫でした。はい。必ず腹8分でお願いします。はい、お腹いっぱい食べないでください。はい。で、夜はお腹すくぐらいで寝てください。お腹いっぱいの状態では寝ないでください。だから夜はもう少なくていいですか？はい。OK です。はい、頑張ります。お腹いっぱい食べないでくださいね。はい。だから例えば炭水化物も、そう、炭水化物もなるべく少なめで。カットしちゃうといろいろ大変なんで、あの、結構体に負担がかかる可能性が高いので、あの、炭水化物を全部カットするんじゃなくて、例えば今まで朝ごはんにおにぎりを2つ食べてたとすると、おにぎりを1つにしてプラス野菜とか穀物とか、うん、海藻、キノコ、豆類とかそういったものを食べるように。炭水化物も結構太るんで、で、なるべくお米を食べてください。お米食べていいんですか？お米食べてください、むしろ。で、なるべく小麦粉製品を少なめにしてください。例えばあのパンとか麺類、はい、小麦、いろいろあるじゃないですか。小麦粉を使った製品、ラーメンとか。うん、大丈夫そうですか？はい、基本野菜をいっぱい食べる。はい。まあ、そんなにいっぱい食べなくてもいいですけど、まあ、一番重要なのはまず肉、魚、卵、乳製品を極力食べないようにする。で、食べても週1回、2回ぐらいまでにして、はい、で、腹8分にする。揚げ物とかの油物を取らないようにする。はい。で、炭水化物はなるべく小麦粉じゃなくてお米で。米、はい。で、しかも1回 100g とかそれぐらいでいいです。 100g ってかなり少ないですよ。お茶碗1杯分ないくらいだと思います。でも、それがもしきつかったら普通にお茶碗1杯分食べてもいいです。はい。おかわりしないでください。はい。炭水化物は、はい、カットしてください。はい。じゃあそんな感じで食事メニュー、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。もちろんあれですよね、 お菓子とか一切だ。お菓子は基本禁止です。よく会社に
置いてあるんですよ、うん、なんかあれだね、ダクを置きたいとかお土産とか。あれでもしょっぱく食べてるんですよ。あ、それはあのそれ禁止です。それはね、あの控えめにしてくださいじゃなくて、それは禁止です。お菓子は禁止です。あとであのどうしてもお菓子食べたいのであれば、例えばゼリーとかそういう油の中あんまり入ってないもの、チョコレートとかはもう油の塊って言ってもいいぐらいだし、あと焼き菓子も結構油入ってるんで、で粉で炭水化物に砂糖入れて焼くんで。いや、まあ、ほぼ食べないってことですね。お菓子は基本禁止ですね、ダイエットなんで。はい、もうそれは守ります。でもまあどうしても食べたいみたいな時そこまでならないどうしても食べたいみたいな時は、まあ週1、2回ぐらいそこまでならない、我慢できます。もしくはなんか聞いてくれれば、あの、まあ、これならいいんじゃないかみたいなスイーツは教えるんで、メールでも電話でもいつでも連絡くれれば、はい、まあ、あの禁断症状出たそれはないです。お菓子は基本禁止で、はい、本当に目標マイナス20が行きたい。あ、そうだ、目標設定しなかった。じゃあ、そのチームの、はい、よし、はい、じゃあそしたら体重何キロでしたっけ。今 85.6 なので、はい、何キロまで行きますか。70キロを切って60キロ台を目指します。60キロ台ってマイナス 15.6 以上、はい、で体脂肪率が 31.5% だったんで、ではまあ20キロぐらい、18%体脂肪率、はい、目指すということで、目指して頑張ります。じゃあ頑張りましょう、ベジタリアンダイエット。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。